漁港で船に乗り込む子供や大人、一体どこへ向かうのでしょうか。目的地は富山湾最大の島、阿武ヶ島です。阿武ヶ島は氷見市の灘浦海岸から沖合 1.8 キロにある島で、県の天然記念物に指定されています。毎年行われている地元の小学生による清掃活動など、特別な理由がなければ立ち入ることができないこの島ですが、今年2月、氷見市の定置網漁が日本農業遺産に認定されたことを記念して、氷見市観光協会が自然観察ツアーを企画しました。そのツアーが今月7日行われ、応募した21人が上陸しました。参加者は氷見市自然保護委員協議会の職員から解説を聞きながら、南方系と北方系の植物が自生する豊かな自然について学びました。これがハマウドです。富山県絶滅危惧種です。結局南方系の植物で富山県が北限になっております。今回のツアーで子どもたちが楽しみにしていたのは、どんなところ楽しかった？海の生き物を探すと結構色が楽しかったです。なんか見たいな。ほら、今の捕まえてみよう。捕まえれるかな。この日、お目当てのウミウシは見つかりませんでしたが、ウニなど珍しい生き物を発見。阿武ヶ島の海洋生物の豊かさに触れていました。また環境保全の一環として、参加者は島に漂着したビニールや発泡スチロールなどゴミも拾い集めていました。島の植物、それからちょっと見える空気を吸った地層みたいなものが少しは分かってもらえたなと思っています。海と日本。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。